はい、どうも岩本ギャロです。今回の動画はですね、前回に引き続きまして、YC オニオンさんからね、送っていただきました、今回はモジュラーですね。はい、モジュラーっていうのはですね、こちらにねあります、はい、この RS2 のですね、ここに今ついている、この、機械というか、モジュラーなんですけど、はい、こちらをつけることによって、YC オニオンさんのホットドッグのね、電動スライダー、はい、これと、この RS2 が連携できるということでですね、今回ねそちらの内容をご紹介していきたいと思います。はい、で、まずですね、私なりにちょっとこう具体的なね、説明がないまま、ある程度その日本語対応連携する部分の、やり方については載ってはいたんですけど、で、その後のその操作方法っていうのはあまり載ってなくてですね、自分なりに、実際こう取り付けてみて操作方法をね、探していったという流れになりますので、メーカーさんとしてねちょっと違ってる点だとかがあればまたね、メーカーさんに教えていただこうかなと思いますけど、はい、まずね、私なりに実際使ってみた内容を、今からね、お伝えしていきたいと思います。はい、でまずは取り付けの部分ですね。もう単純にこの RS2 の、はい、この左右にねこう電極がついている部分ですね、ここに、どちらでもいいのでつけることができます。そうすることでこのね RS2 の操作を、ワイヤレスでアプリ経由で行うことができます。実際のね流れについては動画を撮ってありますので、まずねそちらをご覧ください。どうぞ。はい、ではね今から、このねホットドッグと RS2 こちらをね連携させて動かしてみたいと思います。でまずね YC オニオンの、アプリを立ち上げます。はい、で、こちらのね2つの電源が入っているコネクトしているということが表示されています。でこの2つをね連携しなきゃいけないので、スライダーがホットドッグだよということですね。でスタビライザーが RS2 ということで、これで、連携に入ります。はい、で続いて、撮影ね開始する場所、はい、これを設定します。この辺りで大丈夫です。で次に、ジンバル側のね、撮影ポイントを、選んでいきたいと思いますので、今回は簡単にちょっと下の方からね撮っていこうかなというところで、はい、まず A ポイントをここにしようかな。はい、まずこちら押します。はい、で次に、ちょっと進んで、で違う場所を撮ろうかなというところで、激しくね動くようにちょっと設定してみますね。はい、で今度2番目としてここの位置で固定します。はい、で2番目に来ましたね。で次に、はい、じゃこの辺りで、今度はちょっとこっちに振って下げてにしましょうか。はい、でプラスボタン、で次に最終形がどうしようかな、ずっとちょっと回転をさせて上向かせてっていう感じにしましょうか。はい、はい、これでね4つの地点がセットできました。でセットポイント B っていうのが、終わりの場所ですねをセットします。はい、これでね OK ですね。はい、でこれでビデオショットということで、はい、セットした動きがこれで、ね、今戻ってるよという状態です。
おお、すごいね。はい、じゃあね、これをちょっとわざと撮ってみましょうか。で、これでちょっと撮影開始します。はい、で、こっちもね、動かしますので、スタートと。そうですね、スピードが速いですね、これね、ちょっと。はい、行きましたね。で、ちょっと今スピードが速かったんで、これを調節できるはずなんだけどな、できないかな。動かしてるときしかできないんかな。あ、できないね。なんかエラーのマークが出てるのか。これ速さできないんかな。なんかね、スピードコントロールができないですね。まあちょっとわかんないけど、うん、まあ一応ね、こういった連携が、まあ、この2台を使えばできるよということですね。はい、いかがだったでしょうか。で、最後にですね、スピードのね、コントロールができないよっていうところをちょっと言ってたかと思いますけど、後からね、確認したところ、そのアプリ上でのスライド操作では、まあ、できなかったんですけど、まあ、こちらのね、本体、はい、本体の方で操作することが、まあ、できましたので、まあ、実際ね、今から再現したいと思います。はい、まあ、なのでちょっとスライダーに乗っかってる状態ではないんですけど、このね、スライダーのモーター本体、はい、こちらが Bluetooth 接続で操作することができるので、まあ、ちょっとスライダーのレールにはね、乗せてないですけど、まあ、これがレールの上で乗っかっているというふうに想定してですね、ご確認いただけたらなというふうに思います。ではですね、まずちょっとこっちとこっちにね、ある感じになってますけど、ちょっと私の顔がね、入らなくなってしまうので、まあ、実際やってみます。はい、まずね、このスライダーのモーターの電源を入れます。はい、で、RS2 の電源入れます。はい、来ましたね。で、基本的に操作についてはこの、アプリでね、行っていきますので、まあ、同じように再現したいと思います。A 点から B 点の移動が、まあ、これでね、決められました。で、ビデオショットと、まあ、タイムラプスっていう項目があるんですけど、まあ、今回はビデオショットにします。はい。で、動画の中でありましたこのスピードコントロールなんですけど、これね、まあ、そのアプリを使ってもスピードコントロールできないんですよ。はい。まあ、なんですけど、こっちのね、本体を使えば、まあ、それがね、できたので、これでね、できますね。はい、100% からどん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 こう下がっていきまして、だいたい 65% ぐらいがいいかなっていう感じなんですけど、まあ、これで合わせました。で、今ね、B 点にいる状態になっていますので、まあ、これを戻します。はい。で、モーターが動き出しました。で、こう横にね、今移動している状態を想定しています。はい、これで、今度は、はい、これでね、 A 点にいますので、 A 点から B 点に動かします。はい、まあ、こういう操作ができるよということになります。まあ、なかなかね、面白いですよね。まあ、スライダーとジンバルを組み合わせての、まあ、操作ってね、まあ、なかなか珍しいかと思いますけど、まあ、こうやって使えば結構簡単に操作できますので、これはかなり使えるなと思います。
でですね、実際、どんなシーンで私もねこれ使うんかなって思ったんですけど、私はね結構飲食店の、撮影も多いので、お料理だとかの、撮影をねすると想定するとしたら、スライダーがまずね横の動きがあります。で、例えばこれ何か、お料理だとします。そうすると、こうスライダーがあってジンバルがあってになるんで、動きながらこのね、お料理を中心として動かすことができるということが、できますので、そういった使い方がねできるのかなと思います。あとはもう決められた、動き、例えばそのイベントの撮影になった時に、そのねイベントの動きが決まってたら、こっち撮ってこっち撮ってっていうことが、このね自動的に行うことができるということも、できるかと思いますので、そういった使い方で、できるんじゃないかなと思います。これはねやっぱりもうアイディア次第だと思いますので、横移動のスライダーショットと、ジンバルの自由なこの動きですね、これを組み合わせることで、また新しい撮影方法が生まれるんじゃないかなというふうに思います。で、あとはですね、タイムラプスもこれでねできますので、ちょっとまだやったことがないので実際またやってみたいと思いますけど、タイムラプスの動きっていうのは基本的に止まってる映像で、モーションタイムラプスだったらちょっとこうね動かしながらっていうことが、できますけど、このね、スライダーホットドッグと RS2 をこうつなぐことで、こういろんな動きのね、タイムラプスも撮ることができるということも、できますので、そういったこうまた楽しみも広がるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでね、ざっと紹介させていただきましたけど、かなりねマニアックな内容かと思いますので、なかなか難しいかとは思うんですけど、簡単にスライダーとジンバルがね連携できる、機能があるよというところですね。で、特にねこの RS2 っていうのはかなりね拡張性が高いジンバルになりますので、そういう意味でも、こうプロでね活動されている方だとか、これからねプロを目指したい方にもですね、このおすすめできるジンバルではないかなというふうに思います。で、合わせて YC オニオンさんも DJI の商品の動画にもね登場するスライダーなんですよね。はい、なので YC オニオンさんとその DJI さんっていうのは結構こううまく企業間でね取り組みもされているようなので、これから先もいろいろと面白い商品が出てくるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでね、ざっと私が分かる範囲でご紹介させていただきましたけど、いかがだったでしょうか。でね、今回いつもと違うねセッティングで撮ってますけど、ちょっとこの辺をね、見せたかったっていうのがありまして、今まで50mmF1.2 の場合はこの位置でね撮っていたんですけど、今回は、その位置で 24mm で撮っています。そうなると、これだけのね画角になるということで、いろんなこうものがね、見えてますけど、こういう私のね撮影部屋です。はい、でここのね俯瞰撮影も、このレンズがね見えてますけど、こういう形も、撮ってますし、いろいろとこう工夫しながらこういったね動画を撮っています。はい、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。またね次回以降の動画もご覧いただけたらなというふうに思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。